今日はこんな状態で次の対戦相手を発表しますが、12月11日プロミネス新木場大会年内最終戦、10番勝負で自分の怪我のせいで流れたドリューパーカーとガッチリデスマッチして、世界のドリューパーカーから世界の鈴木鈴が勝つから、皆さん12月11日もここに集まってください。ということで